こんにちは、伊藤です。ミレでは3月30日土曜日、31日日曜日にスペシャル講座5ポイント徹底攻め初級突破大作戦を開催します。皆さんの中に初級からなかなか抜け出せない方、初級は一通り終わったけども曖昧なところがたくさんあるという方はいらっしゃいませんでしょうか。また4月から中級に入るんだけども、それまでに初級の総復習をしておきたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ミレではそんな方々のために初級のポイントを5つに絞った集中講座を開催いたします。1つ目は半打体と部屋体、2つ目は関数詞と固有数詞、3つ目は尊敬と過去形、4つ目は否定と可能不可能、そして5つ目は重要な表現、何々しましょう、何々したい、そして何々してもよい、何々しないでくださいの表現を集中して学習します。韓国語の学習は初級でも本当に大変です。でも要点をピックアップしてそれを集中的に学習すれば頭の中がすっきりと整理されます。初級の曖昧なところは3月でクリアして4月からのスタートダッシュに備えましょう。3月30日土曜日、31日日曜日に大阪、東京で同時開催いたします。また前田学院長は26日火曜日から連続で平日の夜9時から開催いたします。詳しくはホームページをご覧ください。皆さん一緒に頑張っていきましょう。